皆さんおはようございます。クワガタビリーダーのアニアです。今日の動画なんですけど、初心者向け Q&A やっていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、今日はその初心者向け Q&A ということで、タランドゥスシークにおける僕のチャンネルによく来る質問に答えていくっていう風な動画になっております。はい。まあ、質問には答えていくんですけど、あくまで今回僕が質問に対して僕ならこうするよっていう、僕ならこうしてますっていうのを答えていく動画になっておりますので、まあ参考になるかならないかっていうのは正直わからないんですけど、まあ参考になったら幸いだなって思っております。はい。それじゃあまあオープニングはねこんな感じにしといて、早速本編話していきましょう。それでは皆さん今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ早速話していきましょう。まずよく来る質問はですね、まあ温度管理についてですよね。まあこれは成虫だったり、幼虫飼育だったり、まあサランラセット何度で飼育してますかっていうコメントがよく来るんですけど、まあ僕はタランドゥースを飼育するときに温度は21度前後で飼育しております。はい。幼虫も成虫も、まあサランラセットも全部21度前後で飼育してて、これ今ふと思ったんですけど、温度変えなくてもずっと同じ温度で産卵できちゃったり、幼虫も大きくなるって結構楽な虫だなって思っております。確かに他のクワガタとかあったら産卵するためにちょっと温度高めにする虫とかいるんですけど、タランドゥスはね、全部一緒でも特に問題ないっていうのはすごいいい虫だなって思っております。はい。じゃあ次はペアリングの質問に答えていきましょう。ペアリングの質問はですね、ペアリングできてるかとか、タイミングとか、ペアリングうまくいかないみたいな質問があるんですけど、まずはペアリングのタイミングですね。ペアリングのタイミングは、オスとメスが、まあ、ゼリーを食べ始めて、まあ、交縮して、だいたい僕はゼリーを10個ぐらい食べさせたら、もうすぐペアリングさせちゃいます。オスはゼリーを10個ぐらい完食したら、ペアリングさせて、メスはすごくわかりやすくて、まあ、これ、ちょっと見てもらいたいんですけど、よく SNS とかで見ると思うんですけど、タランドゥスのメスってこんな感じで、ゼリーの容器をかじるんですよね。こうなったらもう僕はそのメスがね、産卵したいというか、なんて言うんだろう、産卵の合図だと思って、こういう風にメスが容器をかじり出したら僕はもうペアリングさせてあげます。よく1ヶ月後とか何ヶ月間待つっていう人いると思うんですけど、別にタランドゥスはそのゼリーを何個食べたかとかでもいいと思います。次はペアリングできてるかどうかですね。よく質問できるのが、1週間同居させてるんですけど、ペアリングできてますかみたいな質問があって、その質問は正直僕答えられなくてですね。なぜなら、その直接僕がペアリングを見たわけじゃないので、わからないんですけど、タランドゥスって他のクワガタに比べて交尾欲が強い虫で、目の前にね、メスを置いたら、すぐペアリングできちゃうみたいな、交尾しちゃうみたいな虫なので、基本僕はハンドペアリングをさせて、しっかり交尾できてるかどうかっていうのを目の前で確認して、そこで産卵セットに投入するっていうような風にやっております。はい。まあ、正直僕はそのタランドゥス同居させたことがないので、同居させなくていいんじゃないかなって思っております。で、次にペアリングうまくいかないっていうのがありましてですね、まあ、それは正直やっぱりこのクワガタたちも生き物ですし、相性とかってあると思います。なので、僕だったら、オスを変えてあげたりとか、また日を改めるとかしたりします。で、これちょっと公表してない裏技みたいなのがあるんですけど、虫相撲させるっていうのも、まあ、タランドゥスのオスとオス同士、ちょっと喧嘩させて、ちょっと興奮させてあげて、メスを目の前にポンと置くと、その交尾するっていうことが結構あるので、虫相撲じゃなくてもオスを興奮させてあげるっていう、指でつっつくとかだと、オスが固まっちゃったりして、構築したりとかしちゃうので、まあ、クワガタ同士合わせて、まあ、ちょっと、まあ、興奮させてあげるっていうことをすると、まあ、いいんじゃないかなって。まあ、その辺はね、まあ、皆さん、やるかやらないかは、ご自由に来たらいいんじゃないかなって思っております。はい。次は、交食に関してですね。タランドゥスは何ヶ月ぐらい経ったら交食しますかっていう質問が来てまして、タランドゥスの場合は、メスだったら、羽化して、だいたい2ヶ月から3ヶ月。オスだったら、3ヶ月から4ヶ月。まあ、大きい個体になればなるほど、まあ、その交食期間っていうのも長いですし、僕はその成虫だったら、まあ、部屋の一番暖かいところに置いて、あと、例えばタイミングとかによっては、そのメスの交食するのをちょっと遅らせるために、部屋の温度が低いところに置いてあげるとかっていうことをしております。意外とタランドゥスって、交食期間、長いかなって思っております。
はい、次の質問はですね、産卵させるには冷酒剤、河原菌床どちらがいいですかっていう産卵セットについての、質問なんですけど、まあこれ僕よく言ってるのが冷酒剤ですね。冷酒剤の方が僕はおすすめです。河原菌床ですとメスの好みがあって、産むメスは産んでくれるんですけど、産まないメスの方がまあ体感4匹に1匹いるかいないかぐらいですので、まあ僕は基本冷酒剤を使っております。で、最近ね、冷酒剤じゃなくてですね、冷酒菌床っていうのがありまして、まあそちらも冷酒剤同様ね産みますので、まあそちらもおすすめだと思っております。で、冷酒剤のおすすめのメーカーを教えてくださいっていう質問があって、冷酒剤のおすすめのメーカーは美創研さん、 DDA さん、西昆虫社さん、フジコンさんの冷酒剤がおすすめです。で、これちょっと余談なんですけど、冷酒剤は極力 L サイズを使用してあげてください。で、それ理由はなんでかっていうと、で、そのメスの潜る場所によっては再利用できるんですよ。なので大きい冷酒剤 L サイズを使ってください。あと個体によっては冷酒剤で産卵せずにボロボロにかじって貫通させるっていうことがあって、もう M サイズ S サイズだとせっかく買ったのにもう冷酒剤が使い物にならないとか、冷酒剤って今入手しづらかったり高かったりしますので、極力僕は L サイズ、まあ2本入りのやつとかをねよく購入しております。で、次に冷酒剤の質問なんですけど、メスがなかなか潜りません、どうすればいいんですかっていう質問があったりするんですけど、やっぱりこれも生き物ですので、やっぱメスも気に入らなかったりすると思います。僕は基本サラナセット投入して2週間放置しちゃいます。で、2週間放置して、で、それでも潜らないっていう場合は、まあ再ペアリングでしたり、冷酒剤に筋膜っていうのがあるんですけど、それを剥いであげたりとか、冷酒剤を乾燥させたりとかっていうのを試みてます。まあ最悪冷酒剤自体を交換っていう風にやっております。メスにもタイミングがあるっぽくて、なんか大体まずは2週間ぐらい待った方がいいんじゃないかなって思っております。次はおすすめの菌種は何ですかっていう質問なんですけど、まあ、タランドゥスを大きくしたいのであれば、神永キノコ園さんのルカディアスーパーホワイトがもう一択かなって思ってます。ですけど、ルカディアスーパーホワイトは、まあ、入手しづらく、さらにものすごい高額な菌種ですので、どうしても特大になりたいっていう方だったら、ルカディアスーパーホワイトを使用すればいいと思うんですけど、もしそうでもないよっていう方がだったら、まあ、北斗経産さんのね、河原を使用すればいいんじゃないかなって思ってます。まあ今目の前にいるタランドゥスホワイトアイ、この子90ミリ超えてるんですけど、こちらの個体も、北斗経産さんの河原に添加剤加えて、こんな感じのサイズに大きくなったので、まあ僕個人的には北斗経産さんの河原おすすめです。で、おすすめの河原菌種に関しては、僕過去に動画投稿してまして、そちらの動画で詳しく話しているので、まあ、よろしかったらそちらの動画も見ていただけたらなと思っております。次に幼虫飼育の大まかな流れを教えてくださいっていう質問に答えていくんですけど、まず僕ん家の場合は幼虫取り出しをしてプリンカップ 200cc に投入します。で、そこから1ヶ月半経ったら1400ボトルに投入します。そこから、まあ、メスだったらその1400ボトルで1本で済ませちゃって、で、オスだったら、まあ2ヶ月から3ヶ月後に 2000cc から 2300cc の河原ボトルに投入して、まあそこから浮かさせるっていう風なのが大まかな幼虫飼育になっております。まあこちらもね、過去に動画投稿しているので、そちらも見ていただけたらなと思います。こんな感じでしょうか。じゃあ以上、初心者向け Q&A でした。それではエンディングいきましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回僕ならこうしてるよっていうことで質問に返信させていただいたんですけど、参考になったでしょうか。まあ、あくまでこれ僕の話だったりするので、まあ、幼虫飼育の大まかな流れに関しては我が家のタランドゥスたちでのお話ですので、もしかしたら皆さんの環境とかタランドゥスとはやっぱり生き物ですしちょっと違かったりしますので、実際は皆さんが自分の目で見て、まあ、生態と向き合うっていうのが大事なのかなって思っております。で、今言ったことって確かにその僕がやってることではあるんですけど、まあ皆さんは正直自由にやっていいんじゃないかなって思ってます。まあ僕もその自由にいろいろやってきた結果、あ、こうした方がいいなって思って今に至ったり
ことなので、僕の言ってることが全て正しいってわけじゃないので、もし皆さんがいろいろ試すってなった時に、もしかしたら皆さんの方がいい結果が出てたりとか、そっちの方がいいよなっていうようなことになると思うので、自由にやるのもいいんじゃないかなって。まあクワガタ飼育に僕は正解はないと思ってるので、好きに飼育したらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけで以上、タランドゥス飼育における初心者向け Q&A でした。まあこの動画がね、参考になったってことはね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。また今回、質問に答えたんですけど、その他に聞きたいこととかあったらぜひコメントしていただけたらなと思っております。はい、じゃあそれじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。